選手の時間のビデオどうぞ。倒れそうな時もう前に進めないって感じた時諦めようと思った魂が願う夢をもう何もできないって全てを投げ出したくなってどうしても後ろばかり見てるだけど選手のインタビューです。トップチームの古川です。この前の日曜日、関東リーグ初勝利を収めることができました。最初先制される難しい試合で、みんなでチーム一丸となって立て直して、5点取って逆転できたことをすごく良かったと思います。また次も同じ会場でカモメパークで試合があるので、また皆さん試合見に来てください。応援よろしくお願いします。背番号9番黒田拓也です。前回の試合は5対2で勝つことができて勝ち点3が取れてすごく嬉しいです。自分としても1点取れたので、自信にもつながったし、チームとしても勢いがついたので、次の試合も大差で勝てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。プラサトップチームの鈴木俊です。この間の試合では1点決めることができました。2人少ない状況の中で1点を重ねて勝つことができて良かったです。次の試合も必ず勝つので応援よろしくお願いします。エスペランサトップチームのデイダンベルです。先日の実戦ではチームが初勝利することができました。自分自身もスリーピアとノブさんも初勝利ですし、チームがすごい勢いに乗ることができる試合だと思います。次の小倉戦でも必ず勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。エスペランサアンダー15の山田豪輝です。今日の試合1点で勝つことができました。このまま首位をキープして坂本監督いけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。エスペランサ13の宮井銀次です。今日は、全体的にはそんなに良くなかったけど PK もらえて良かったです。残り2試合しっかり集中切らさず、勝ちたいです。よろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回の例がこちらです。メルスビエ。メルスビエは、風邪をひいちゃったっていう意味で、皆さん、最近は春で、風邪をひきやすい時期なので、体調に気をつけて、風邪をひいたらぜひこのフレーズを使ってみてください。今週末の予定です。今週末は、ゴールデンウィークで、試合がたくさんあります。まず、クラブユースやトップチームの試合などがあるので、皆さんぜひ最後に、チェックしておいてください。今回のスペシャルティーはここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。